教えて浜くん。横浜市消防局からのお知らせです。今回のテーマはタバコ火災です。過去10年間の火災の発生状況を見ると、1位の放火及び放火の疑いによる火災に次いでタバコによる火災は2位となっており、全体のおよそ 13% を占めています。タバコは注意すべき火災原因の一つなのです。タバコの火災はどうして起こるんじゃ？はい、タバコ火災が発生した原因として最も多いのは、火がついたままのタバコをポイ捨てしたり、灰皿ではなくゴミ箱などに直接捨ててしまうことです。また灰皿などに置いた吸い殻が落ちて周りの可燃物に着火する例も多くなっています。この他に、火をしっかりと消さないままゴミに出してしまったため、ゴミ集積場でゴミなどに着火したケースもありました。少しの不注意で大きな火災につながるケースがあるのです。タバコの火がしっかりと消えたことを確認しないといかんな。タバコ火災はどんな時に起こるのかしら？はい、実際にあった例として、自宅のベランダでタバコを吸う習慣があった方が、吸い殻を樹脂製の植木鉢に入れて出火したケースがありました。また歩道の通行人が街路樹付近でタバコのポイ捨てをして落ち葉に着火して出火したケースもあります。こちらはタバコ火災の燃焼実験の映像です。火を十分に消さずにタバコをゴミ箱に入れたところ、炎の出ない無煙燃焼した後、炎を伴う有煙燃焼になり、その後ゴミ箱が溶けてしまいました。無煙燃焼は炎が出ない燃焼で、周りの可燃物を徐々に焦がしながら燃え広がるので気づきにくいということがあります。発火するまで時間がかかるため、外出したり寝てしまった後の思わぬ時間に火災が発生するので注意が必要です。小さな火でもちゃんと消さなければ大きな火災になってしまうのね。タバコ火災を防ぐために、灰皿の中には水を入れておき確実に消火しましょう。灰皿の吸い殻はこまめに掃除し、周りには燃えやすいものを置かないようにしましょう。また寝タバコは大変危険です。絶対にやめましょう。タバコ火災はちょっとした油断や不注意で起こってしまいます。日頃から確認を徹底しましょう。タバコ火災に関するお問い合わせは横浜市消防局予防課までご連絡ください。それではまた次回お会いしましょう。